さあ日本シリーズ進出、立ち上がっていきます。まあ、セデンとポランコ、まあそこでポランコも一発打てるわけですからね、さすがですね。やっぱ力はあるんですよね、まあ、バットもらっています。でもやっぱりあと1点、ね、はい、やっぱ1点差で勝つ、はい、2点差で勝つっていう、まあ、そこにオリックスの強さを感じますよね。確かにね、はい、放送席、そしてバファローズファンの皆さん、日本シリーズ進出を決めましたオリックスバファローズ中嶋聡監督です。おめでとうございます。最後はマリーンズの追い上げも受けましたけれども、今日で決め切りました。まず率直に今の思いを聞かせてください。本当にしんどいゲームばっかりでほっとしています。まず今日の試合について伺いますけれども、久しぶりの先発のマウンド、宮城投手6回無失点、素晴らしいピッチングでした。どうご覧になってましたか？まあ、内部事情がありまして、言えないんですけども、ナイスピッチングです。そして打つ方では初回森選手の一発、本当に大きな一発でしたけれども、あの一発はどうご覧になりましたか？はい、なかなか点入らないゲームだと思ってたんですけど、初回にしっかりホームラン打ってくれて勇気が出るホームランでした。その後はかなり拮抗した試合になりましたけれども、ベンチからは展開はどうご覧になってましたか？はい、本当にロッテのピッチャーみんな良くて、なかなか点数入らない状況になったんですけれども、それをピッチャー陣よく頑張ってくれましたし、ホームラン打たれましたけど、それでも最少失点で行ってくれたのが勝ちにつながったと思っています。今監督からもありましたけれども、このシリーズ通してマリーンズの粘りは本当に見事なものがありました。対戦相手と監督としてはどのように感じてましたか？いや、本当にファーストステージからすごい勢いできまして、正直飲まれるかなという気持ちも少しあったんですけれども、本当にいいゲームできて嬉しいです。そのマリーンズ相手にこのシリーズ勝ち切れた要因というのはどう感じていますか？珍しくバッターも打ちましたし、珍しく打たれたピッチャーもいますし、そんなこともありましたけれども、とにかく勝つことを目指してやってきましたので、いいシリーズになったのかなと思います。さあ、いよいよ1週間後にここ京セラドームから日本シリーズが始まります。相手は阪神タイガースです。まあ、共に今シーズン他を圧倒してリーグを制したチーム同士の対戦ということになります。まあ、両チームのファンももちろんですけれども、全国の野球ファンも楽しみにする対戦かと思います。どんな試合を見せていきたいですか？はい、まずは熱いゲーム絶対やりたいと思いますし、皆さん待ち望んでたと思います。関西シリーズ、本当に熱く盛り上げたいと思います。なんといってもタイガースは熱狂的なファンもバックについています。そういった意味ではバファローズファンの皆さんの声援も本当に必要になってくると思います。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、タイガースの応援本当にすごいと思いますけれども、絶対に負けてないと思いますので、皆さんの皆さんの応援がもっともっと必要になります。よろしくお願いします。おめでとうございました。中嶋監督でした。まあ、本当にねこのシリーズ厳しいゲームが続いた、そうですね、この4試合ではありましたけどもね、
まあ、初戦この山本投手が失点するというね、まあ、想定外というね、そんな感じで始まったシリーズがあったんですが、はい、ただでもあれをね、はい、やっぱり打線がね、うん、カバーして、はい、取ったっていうのも大きかったですよね。打ち勝ちましたもんね、はい、そして2戦目はこの逆転率逆転というシーソーゲームで一旦リードを奪って9回迎えたんですが、そこでマリーンズの粘りといいますか、逆転負け、ね、あそこでだからマリーンズのまだ勢いは残ってるなっていう感じはありましたから ね。そしてこの昨日のゲームですよね、はい、昨日マリーンズ取ればこれ五分に並んでというところ で、またこの一つこのシリーズの流れを左右しかねないというそんな一戦、そこで東投手が素晴らしいピッチング、ね、はい、そうですね、だからさて一つずつね、振り返っていくと、本当にどっちが勝ってもおかしくな い、そうですね、全部そうでしたね、はい、今日のゲームもそうですよね、いや本当そうです、ただ宮城投手が素晴らしいピッチングで、まあ、このずっと初回にこの苦しい、まあ、スタートっていうのが3戦続いていたんですが、はい、先発ピッチャー、はい、今日三者凡退のスタート切りましたからね、いやいいね、本当にしましたし、はい、まあ宮城よく頑張ったなっていう、いや本当そうですね、いやでも、まあ、やっぱりさすがピッチャー陣、はい、ね、うん、あの大事なところでは打たれることもありますけど、はい、大事なところはしっかり抑えますね、まあ、そうですね、さあ MVP とあとこのパーソル賞のこの後表彰式も行われます、はい、今ちょうど記録委員の方から声で伝わってきたんですが、はい、MVP は杉本選手という、ね、ことになりましたね、いやそれだけにね、はい、っていう、うん、ちょっとね、いいこととちょっと悪いことが両方、ね、そうですね、あってね、まあ、本当こう杉本選手とこの短期決戦に強いというね、いや本当です、いやだからこそ日本シリーズもね必要なんですけど、はい、ちょっと状態がね、まあこれまあ、1週間後どうなっているのかっていうところですけど ね、はい、そう時間が1週間しかないという、ね、ことですからね、だからもう走れなかったのを見るとちょっとねドキッとしましたけどね、はい、軽症であってほしいなと思うんですけど ね、で今日ね少しこう手首を気にしていたそうなんですよ、この紅林選手もね今ね、ちょうど左の手首のあたりを刺しています、ね、まあ、でもこの笑顔を見ると、なんかいけそうかって、まあそうですね、するんですけどね、はい、あとベンチ外れましたね、まあただオリックスの場合誰かがいなくても誰かが頑張るっていうことは常に見てきたので、はい、そうですね、もし杉本が出れなくても、はい、じゃあ活躍するやつ誰なんだろうっていうのをちょっとね、はい、考えながら一週間過ごしたいなと思いますけど、ね、そういうことですね、森選手もね今日一発放って、うん、いやこれでなんか乗っていきそうじゃないですか、ね、森選手なんかはね、そうですね、はい、さあこの後表彰式、あとはね、またみんな並んでこのクラッカーの打ち上げもあるそうです、あ、そうですか、はい、なんかこの1位のチームがこうね、はい、まあ、まあ嬉しいのは当然なんでしょうけども、どっちかというとほっとした方が大きいんじゃないでしょうかね、確かにね、はい、今年は特に、はい、あの阪神もそうですけども、ね、だいぶゲーム差を離す、ね、それまでは、ね、ギリギリの優勝だったので、確かにもうそれどころじゃないっていう感じで、はい、なんかそのままなんか、ね、クライマックス日本シリーズっていう形だったと思うんですけどね、そうですね、まあ、今年は本当にこの8月の終わりにこのマジックが点灯して、ね、そこからこう順調に、ね、マジック減っていきましたからね、そうなんですよね、で理想通りに勝って、はい、うん、でやっぱり日本シリーズも当たり前のようにっていう、ね、はい、ちょっと言葉がつく感じの勝ち方だったので、そっちの方がプレッシャーだったんじゃないかなと思いますね、今年のはね、まあ、それはセリーグのタイガースも同じだと思うんですね、いや同じだったと思いますね、さあこの日本シリーズ進出を決めるこのクライマックスシリーズの優勝のキャップと T シャツはグレーなんですね、はい、うーん、あのリーグ優勝の時はね、そうですね、あの紺でしたもんね、紺でしたね、さあメンバーが勢ぞろいしています、表彰式が行われます、
まあ、今日は宮城の後、まあ、ピッチャーをつないでいったんですが、はい、阿部、山崎、総一郎、そして最後平野が締めるというゲーム。さあクライマックスシリーズ優勝の表彰式です。パシフィックリーグ統括星名元貴様より優勝額が贈られます。中島監督、前へお進みください。まあ見事な3年連続日本シリーズ進出、2021年のこのファイナルでマリーンズ、去年はホークス、そしてまた今年もマリーンズを下しての日本シリーズ進出を決めています。本当3連覇のはね、それはめちゃくちゃ研究もされるし、ね、大変だと思うんですけども、逆に十何ゲーム、ね、開けて優勝ってすごいですね。いやそうですね、はい、最優秀選手賞の表彰です。さあ今回最優秀選手賞に選ばれましたのは MVP は杉本選手です。杉本裕太郎選手、杉本選手は日本プロフェッショナル野球組織パシフィックリーグ統括星名元貴様より賞金100万円が贈られます。さあ杉本選手がこの列の中にはいないんですね。あ、やっぱりね、そうですね、今、まあ、トレーナー室がどこかにいるということ、ね、今治療中ということになりますかね。代わって石川亮選手が受け取っていますなかなかないケースですよね。後ろで選手たち大受けですいいですね、はい、役者ですね、そうですね。治療中ということで石川選手が今パネルを打ち取っています。さあパーソル賞、パーソル賞はパシフィックリーグオフィシャルスポンサーである総合人材サービスの、これはファンの皆さんが投票で決める賞ですね。パーソル賞ね、パーソルスライマックスシリーズパーク間中ファンの皆さんから半端じゃないくらいいい働きをなくして長い働きをしたと思う選手にご投票いただき、一番長い働きをした選手に贈られます。さあ誰でしょうか。今回パーソル賞に選ばれましたのは紅林選手です。紅林選手、それでは紅林選手は前へお進みください。そうですね、パーソルホールディングス株式会社代表取締役社長 CEO 和田貴夫様より賞金100万円が贈られます。 MVP と同額ですね。本当です ね、 まあ、競技の決意をしたんですが、まあ、でも表情明るそうでしたね。そうですね、はい、なんかあの1週間あればなんか出てこれそうな感じがしますよね。そうであってほしいですよね。そうなってほしいです、ね、はい。それではこれより記念撮影を行います。さあここでこのクライマシリーズファイナルステージ突破を記念しての記念撮影です。まあ、やはりこの4戦見てましても、このホーム球場でのファンの声援の力っていうのは感じましたね、はい、そうですね。若月選手なんかもこの MVP 級の働きだったと思うんですよ。あのねリード、はい、中区間のリードはね本当に素晴らしかったですよね、はい、もう本当バッターをちゃんと観察してるなっていう、はい、そこでそれ行くかっていう、まあ、ピッチャーも見事についていきましたけどね。そうですね、もう石川選手はちゃんと中央にね陣取ってますよねさあまた次のステージが1週間後に始まるわけですからね。そうですね、はい。まあでも本当にこの、まあ、リーグ優勝とはまた違った喜びといいますか、あの星野さんおっしゃったように、はい、ほっとしたという気持ちが大きいでしょうね。そっちの方が ねやったというよりも、まあよかったっていうね、そうですよね、ほっとする気持ちもすごいんじゃないかな、はい、僕はね選手として経験したことがないので分からないですけど、相当ではそっちじゃないのかなと思いますね。そうですね、はい。
まあ、結果的に専門パもね、はい、ちゃんと1位が出てきて、まあそうですね、まあ、順当で良かったんじゃないでしょうかね、はい、これはね、まあ、下克上かかって、ね、はい、ね、ロッテだったんで ね、 そうですね、ちょっと勢いを持ってきたんで、中島監督もそれはちょっと頭の片隅にあったんじゃないですか。確かに ね、 ね、その歴史を作ったチームだったんでね。さあ、優勝の記念額を中央にして記念撮影です。ファイナルでちょっとね、打たれましたから、はい、まだ調整し直して、はい、ね、これ日本シリーズでいい雰囲気を見せてくれるんじゃないでしょうかね。山本投手の場合もやっぱりこう少しこう間が空きましたもん ね、 ね、まあ、昨日も言いましたけど、やっぱピッチャーゴロ の、ね、あの反応とかっていうのはね、はい、なんとなく遅れちゃったんじゃないかなという、はい、あれが普通に取れてれば普通になんか終わってたような気もするんですけどね。あれが試合感というところなんですね。もうそんなような気がするんですけどね、まあ、先手では宮城投手だったので、うん、まあ、その今日の中で、うん、はい、あのカーブが決まる、スライダーが決まる、はい、もうね、まあ、チェンジアップはちょっとあんまり数は投げてなかった。今日はそうでしたね、まあ、クロスファイヤーも決まる、はい、まあ、シーズンだったらもっと投げてるでしょうし ね、 そうですね、アズマー投手してるね、はい、さあ今度は球団スタッフも村方さんも入っているね、うん、記念撮影になります。まあ、本当このプロ野球のチームというのは大所帯ですよね、はい、いろんな役割の方がいらっしゃっているね。まあ、もちろんこの表舞台で活躍するのは選手たちなんですが、はい、まあ、そこを支える、まあ、コーチングスタッフがいて、いや、村方さんのスタッフがいてというね、はい、ことになりますね。さあ、中島監督の両側には球団社長と福良 GM がね、はい、今並びました。まあ、本当に、まあ、最近はこう選手の、はい、まあ、動きが活発な各チーム感ありますから、はい、なかなかこう同じメンバーで毎年こう戦っていけるという状況ではないと思うんですね。まあ、そうですね、はい、まあ、その中でこう続けて優勝ができるというね、まあ、チーム力であったり、まあ、その辺の選手の、まあ、起用方法であったりマネージメント、いや、本当に、まあ、どこのチームもみんな全員野球とは言うんだけど、なんとなくね、レギュラーっていうのがいいんですけど、はい、オリックスの場合は本当にこの3年間見てもね、はい、常にメンバーが変わってるという感じがするんでね、本当に誰が出てきても活躍するなっていう感じ、なかなか相手のスコアラーも大変でしょうね、はい、確かにね、いろんなデータ集めなきゃいけないでしょう、はい、去年はね、ワゲスパックが胴上げ投手でしたね、最初先発だったのにっていう、はい、シーズン途中からね、ですよね、ブルペンに回って、はい、そこからこの存在感をね、非常に高めていきました。まあ、それは本当、あの山崎総一郎投手もそうですし、はい、そうですね、宇田川投手もね、夏場から出てきましたね。ね、はい、まあ、宇田川投手なんかね、今年 WBC のボールというか、はい、キャンプで苦労しましたからね。そうですね、今足立選手の姿も見えましたね。まあ、ふくらはぎを痛めてますけど、ね、どうなんでしょうかね、はい、まあ、なんとか日本シリーズには間に合わせたいと本人は話していましたけど、ね、まあ、そして今日は T 岡田選手もピンチヒッターで来てよく打ちましたね。さあ、球団スタッフもそれ入ってのまあ、これあの球団本部のメンバーだけでこれだけいらっしゃるし、あと事業本部も含めると本当に球団大所帯になるんですが、ね、
まあ、多くのファンがまだね、ほとんどの方が残ってらっしゃるんですね。今日は35,804人のファンが集まりました。京セラドーム大阪、今日も満員でした。一塁側の方全然ね入ってないですね。ね、サポートセッションが続いています。3連覇のね指を刺してというね、ピッチ指を立てて3年連続日本シリーズ、そしてバローズは日本シリーズ連覇がかかったという ね、来週からの日本シリーズになります。過去2年のいずれもスワローズと日本シリーズを対戦して、まあ、2021年が、まあ、ここは日本一になれなかったんですが、はい、あの時はあのオリンピックなどの影響もあってね、あの遅い時期の11月終わりにね、もうお互い大変でしたね、あの最後ねホットモットで神戸で屋内でね寒い中で、やりましたもんね、まあ、そこはスワローズが勝って、はい、去年は逆にそのスワローズとの対戦の中でバローズが見事勝って神宮でね胴上げというね、はい、今年はしかしこれ京セラと甲子園ですか ね、こんな近くで移動と言っていいんでしょうか、近いんですけど遠征ではないですかね、完全に ね、阪神タイガースは京セラも、ね、使ってますからね。そうなんですよね、今年京セラにはレギュラーシーズンタイガース負けてないんですよね。あ、そうですよね、さあいつものシャンパン型のクラッカーが出てきました。だいたい後ろでやってフライングする人がね、はい、いやもうここねカメラも捉えてますがこの人です。この人ですか。この人です。いつもこの人ですね。この人です。大役が待っています。さあそれでは2020一番大きなシャンパンクラッカーを持っているのは優勝を全員で祝いましょう。監督、コーチ、選手の皆さんはお手元のクラッカーをペンに向けてご準備ください。スターの皆さんはアリセンタオルをご準備ください。それでは阿部選手副会長、日本シリーズも全員で勝つとお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。今日も応援ありがとうございました。日本シリーズも応援よろしくお願いします。日本シリーズも全員で勝つ。今回フライングなかったですね。はい、絶対誰かが ね、まあ、このファイナルは見事アドバンテージ含めて4勝1敗ということで日本シリーズにこのまま進めていきます。さあバファローズ、1964年以来の59年ぶりのこの日本シリーズは関西対決ということ。あの時は南海対阪神というね、ありがとうございました。さあ今度は本当にもう同じこの電車の線一本で行けるという京セラと甲子園ですからね。え、車でも高速使えばすぐですからね。いつかはあるかなっていうのはね、思ってはいましたけど、はい、なかなかねそういうのなかったんですけど、すごいですね。宇田川投手が今度は先頭出てグラフ一礼です。宇田川投手の状態が、ね、戻ってきたら大きいですね。これでも関西に、はい、全国から大半の方集まってくる、そうね、あ、そうですね、これね、チケットの争奪も大変ですね。これはどうなるんでしょう。そうですね、
再対決を前に、まあ、それを待ち望んでいた野球ファンは多くいらっしゃると思うんですね。まあ、すでにこのバファローズとタイガースは、ね、神戸と大阪のパレードも、ね、実施がもう、ね、決まってますから、